マンチェ語あるいは単にマンチェ語は、スペインのラマンチャ地方を発祥とする、溶乳を原料としたチーズ。スペインで最もメジャーなチーズと評される。小説、ドンキホーテにも登場する。ケソは、チーズの意で、マンチェ語は、地方名を表す。原料乳の羊は、マンチェが種を使用することと規定されている。熟成期間別の呼び名も存在し、若い者は、 マンチェゴフレスコ3ヶ月程度まではマンチェゴクラード熟成期間が長いものはマンチェゴビエーホと呼ばれる。形状は円筒状で底面には線状の側面には網目状の模様がついている。この模様はカゴを使って作成していたためについた模様である。工場での生産が大半を占める県内においても工程で使用する型を網目模様に成形することで この模様がつくようにしている。内部はアイボリー機の色合いを示し、気候が見られる。PDOO に合致した製品はドンキホーテ手術をイメージしたラベルが添付されており、判別が可能となっている。長期保存を可能とするためにオリーブオイルに漬け込んだ商品も存在する。食味は羊乳特有の甘みと優しい食後感が特徴とされる。 スライスしてそのままワインと共に食しても良いし、下味をつけてから小麦粉と溶き卵をまぶしてオリーブオイルで揚げた料理もある。2014年、マンサナーレスニケソマンチェゴ博物館がオープンした。チーズの生産工程などが見学できる。ありがとうございます。